2024年ブレフォールメンズファッションショーに輝くヒラ紫仕ととィリックス、ストレイ・キッズの魅力。香港特別行政区、アベニュー・オブ・スターズで開催されたルイ・ヴィトンの2024年ブレフォールメンズファッションショーは、世界的な注目を浴びつつ、豪華な顔ぶれのゲストが集結しました。この特筆すべきイベントには、ジャニーズ事務所からヒラ紫仕が初めてファッションショーに参加し、またストレイ・キッズのメンバー、 フィリップスもメゾンのアンバサダーとして輝いていました。本校では、ショーの概要、平野の仕様とフィリップスの印象、そして注目すべき瞬間を詳しく取り上げます。ショーのハイライト、11月30日の夜、アベニュー・オブ・スターズはルイ・ヴィトンの舞台となり、ファレル・ウィリアムスによる待望のプレフォールメンズファッションショーが開催されました。これはファレルにとって2シーズン目であり、 初のメンズプレフォールコレクションとなる特別なイベントでした。会場には世界中からのセレブリティが駆けつけ、特に注目の的となったのがジャニーズ事務所所属の平野紫耀です。平野紫耀の感想。平野紫耀が初めてファッションショーに参加したこの日、彼の感想は興奮と感動に溢れていました。ショーの華やかな雰囲気、会場の美しい装飾、そしてパレル・ウィリアムスが手掛けるコレクションの素晴らしさに圧倒され、 また滝を忘れてしまうくらい素敵なショーでしたとコメントしました。音楽とファッションの調和に感動し、特に後悔をテーマにした演出や、ファレルによるオリジナルソング、エアプレーンチケッツに感銘を受けた様子が伺えます。平野はこの日、ファレル・ウィリアムスが手掛けた2024年春夏メンズコレクションの一部を身につけ、そのスタイリングも話題となりました。グリーン×ブラックのダミエパターンのセットアップに、 パールのジュエリーとイエローのスクエアショルダーバッグを合わせ、世界中で争奪戦が予想されるアイテムを彼ならではのスタイルで着こなしました。香港映画界のスターを称える、アベニュー・オブ・スターズでの開催に、ファレル・ウィリアムスのバージニア・ビーチでの育ちやルイ・ヴィトンの旅のヘリテージといった要素が交揚し、平野の自信に満ちた眼差しは、彼の新たなステージへの飛躍を予感させました。ゲストたちの輝き。 このショーには平野紫耀だけでなく、他にも多くの著名なゲストが駆けつけました。メゾンのアンバサダーであるストレイキッズのフェリックスは、グループとしての活動と並行してファッション界でも注目を集めています。彼は華やかなショーを華やかな笑顔で楽しんでおり、その姿勢からはファッションへの深い興味と愛情が感じられました。他にも、俳優の孫淳義や春、ゴンジュン豪華な顔ぶれがショーを彩りました。 アイドルグループ TNT、時代少年団のメンバーや、プシャ T など、様々な分野で活躍する著名人たちが、ルイ・ヴィトンの魅力に引き込まれていたことが伺えます。これらのゲストたちが一堂に会し、ファレル・ウィリアムスの新作と共に繰り広げられたショーは、ファッション界における一大イベントとなりました。香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024年プレフォールメンズファッションショーは、 世界中から注目を浴びる一大イベントでした。ジャニーズ事務所所属の平野仕様が初めてファッションショーに参加し、ストレイキッズのメンバーであるフィリックスもアンバサダーとして輝くなど、アジアのトップアーティストたちが集結しました。平野の感想やスタイリング、フィリックスの笑顔など、ショーの舞台裏には多くの感動が詰まっています。豪華なゲスト陣もまた、その魅力に引き込まれたことでしょう。パレル・ウィリアムスによる新作コレクションや、 特別なロケーションでの開催など、多くの要素が見事に融合し、ファッション界に新たな息吹をもたらしたと言えるでしょう。これからもアジアのアーティストたちが国際的なファッションシーンで活躍していくことが期待されます。